様、おはようございます、こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が今日も食べ物を変えていきます。 Good morning, good afternoon and good evening everyone. VTuber 羊 A brother belonging to Studio みかん I am going to draw a food picture now.ということで、今日はたこ焼きです。なぜなら食べたくなったからです。食べたくなったからです。たこ焼きね、まずお皿を書かなきゃいけない。いつもお皿書かなきゃいけない。さすがに地べたにたこ焼きはやだよね。お皿もだいたい書いていきます。
こ焼き。ちょっと大きめか。これこれ。よいしょ。じゃあ、焦がしていきましょう。焦げ目をつけたり。焦げすぎかな。たこ焼きってもうちょっと黄色かったかな。こんな感じ。これぐらいかな。もうちょっと自然な焦げ目をつけましょう。
じゃあ次はソース。ちょっとソース多めでいきましょう。もうソースまみれだこれ。
タレの村が激しいぞ。次は青のり。かな、青のりかな。青のりとかつお美味しい。その前にちょっと紅生姜感出さなきゃいけないかな。地味に多分かつお節が難しい気がする。
ちょっと楽できるところは楽していきましょう。
。マヨネーズはたっぷり。マヨネーズ、マヨネーズってもうちょっとさ、シャ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 ってなってた気がする。マヨ、マヨ先の方が良かったかな。
刺したか。あー、どこに。よし、できました。できました、たこ焼き。ちょっとからしマヨっぽくなっちゃったけど、もう一回マヨを、追いマヨをするっていう手もある。やってみる。下手か。追いマヨしたらなんかお好み焼きみたいになっちゃった。まあいっか。はい、今度こそ出来上がりです。また次回何かしら書いていこうと思いますので、ぜひぜひお付き合いください。ではでは、お寿司部でした。